それでは今日閉会となった国会から真っ先にこの盛岡に駆けつけていただきました東北の命綱高橋ちづ子衆院議員を紹介いたします。盛岡駅前の皆さん、お集まりの皆さん、こんにちは。衆院議員の高橋ちづ子でございます。お話しありましたように、本日通常国会が閉会をいたしました。先週解散するかも、こんな大騒ぎがありましたけれども、国会を普通に閉じて、だけども秋にも総選挙があるのではないか、こういうことが言われています。今日真っ先にこの盛岡に駆けつけたのは、今訴えました吉田京子さん。今度行われる総選挙で私と一緒に東北の比例代表候補として挑戦することになったからであります。岩手の皆さんの大きなご支援で日本共産党の奇跡を守り、そして伸ばしてください。よろしくお願いいたします。解散騒動があったときに、自民党の議員は大体国会が終わるときに不信任決議案を出して連中行事になっているのか、時代遅れの誠実だ、こんなことを言いました。でも私は民主主義に時代遅れなんてものがあるかと叫んでおりました。少数野党、野党が力を合わせても今の力関係では不信任決議案を通すことはできません。だけども何回も不信任しなければならないほどの悪法を次々と通した、それが今度の国会だったんじゃないでしょうか。マイナンバー法案、マイナンバーカード、これを健康保険証と紐付けて来年の秋に保険証を廃止する、そしていろんなカードに紐付けをするということ、この法案が通りました。だから皆さん、毎日のように、例えば今日であれば障害者手帳、他人の履歴が紐付けられていた、こういう報道がありました。個人の大事な履歴が分かるマイナポータル開くと、他人の履歴が出てくる、年金口座の情報が分かる、病院に行けば他人の医療情報が出てくる、違う薬剤が処方されている、こんなことが連日起こって、まさに底なしの状態だって言われているんです。岸田総理は今日国会の方針から対策本部を作って、コロナ対策並みの体制を作る、こう発表するそうです。おかしくはありませんか。だったら一旦立ち止まるべきではありませんか。そもそもなぜこんなことが起こっているのか、個人情報保護委員会が各自治体のマイナンバーカード、マイナンバーのカードや扱い、いろんな戸籍情報などに紐づいてますが、その体制を調べたところ、8割の自治体が問題がある、そのうち2割は重大な問題があるということが分かりました。人が足りない、これもあります。いっぺんにデジタル専門家がいない、こういう中で国は次から次とあれをやれこれをやれと指示を出して、問題が起これば自治体のせいにして総点検をしなさいと言ってくるんです。とてもこんな体制の中で総点検をしたり、さらに拡充することなんかできるはずがないではありませんか。厚労省は保険証をやめるつもりは本当はありませんでした。傾向してやるつもりだったんです。このことを質問したときに、昨年の10月に河野大臣が保険証をやめますという会見をしましたね。あの直前まで骨太方針で
選ぶのは保険者、つまり国民健康保険であれば市町村が保険者であります。会社であれば協会健保とか、そういうところが保険証を残すかどうかを決めることができる。進捗状況を見て最後を決めていく、こういうことが閣議決定されていたんです。それを河野さんが一遍に進めるときはやるんだと号令をかけたから、準備に5年かかるんだったらそれは国会でやりなさい、こういうことを政府の会議で言いました。矛盾が起きるのは当然じゃないでしょうか。もうほぼ全国民に近いくらい出したと言っています。それはマイナポイントをつけたからです。そのマイナポイントのためにたくさんの他人の履歴がくっついちゃった、このトラブルが起こったじゃありませんか。政府が準備ができていないときに無理やり進めたからこんな問題が起こっているんです。対策本部を作るのであれば、まさにマイナンバーカードの利用拡大はやめて、健康保険証は廃止をやめる、つまりは残すこと、皆さんご一緒に進めていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。本当は今年の通常国会最大のテーマは賃上げだったはずなんです。岸田総理盛んに言いました。だけどもいつの間にか全然それが聞こえてこなくなりました。一元の消費者対策言われています。正社員よりも正規の方の方が年収が少ない方の方がなかなか結婚できない、だから努力もできない。消費者対策の大会を出て取れて国の中にやってきたことじゃないでしょうか。実際になってから13ヶ月賃金、実質賃金が全く上がっていません。この10年間手取りで24万円も皆さんの賃金が下がっています。こんな状態を作ってきたのは誰か。手触れの中でも大企業は着々と内部留保を溜め込んできました。正社員でできるやるべき仕事を非正規にやったり、派遣や契約社員という不安定な働かせを方をして給料を絞ってきた、その結果が今の時代ではないでしょうか。政治の責任そのものなんです。そのことが大事なものであれば、まさにそこからやるべきだ。そのことを私たちはやっています。そして学生の皆さん、諸外国から比べても特別に高い、そして教育費に占める国の支出が OECD 先進諸国の中でビリから2番目、これが日本の状態です。まず高すぎる学費半分にしよう。卒業した途端に300万、400万と背負っている奨学金を半分にしよう。入学金をゼロにしよう。これが日本共産党の訴えになります。岩手県の4月フェスタに毎年出させていただいているが、私の高校の芽子さんが独自に実行委員会となって、岩手県出身の国会議員、自民党も立憲もそして私も参加させていただいてシンポジウムをやりますが、公立高校と私立高校の学費の差が大きすぎる、その訴えが一番あります。こうしたところを完全になくしていく、これも国の仕事ではないでしょうか。今回の子ども未来戦略方針の中に私たちが訴えてきたことも確かに盛り込まれています。子ども医療費の無料化、自治体がやったときに国がこれまでペナルティをやって補助金を減らしてました。それをやめると決めたんです。それは大成果だと思ってます。国会にいてから私ずっとこの問題取り上げて
きました。児童手当の所得制限を取っ払って18歳まで支給する、第三子以降は3万円という形で増やしていく、いいことなんです。だけども、じゃあ財源はどうしますか、聞きました。3兆円半ば、この3年間で3兆円に半ばの予算を作るっていうんですが、一切それが出ていません。どうやって作るのか、徹底した縮減をして浮いたお金で予算を作りますっていうんです。じゃあどこから縮減するのか、その話をすると、結局社会保障の中から出すしかないんですね。政府がやろうとしていることは、その証拠に今年の4月から出産育児一時金が42万円から50万円になりました。640億の財源を75歳以上の高齢者の保険料からこれを倍にすることで捻出したんです。弱い人同士で助け合うような、おかしくないですか。児童手当の財源も、この岩手出身の財務大臣が言ったことですが、扶養控除を廃止してやるって言ってます。子育て支援なのに、どうして子育て世代に増税をして財源を作るんですか。おかしくありませんか。本当であれば、先ほど吉田京子さんがお話ししたように、5年間で43兆円もの分離費にお金を使うと、戦争でなければ使わないような何千キロも飛ぶミサイルを買うと言っている、そのお金をどこから出すのか、実はこれも決まってないんですけれども、でも国立病院の積み立て金だとか、コロナで本当は医療機関の皆さんに役立ててもらいたい交付金だとか、それ余ったから全部防衛費に回すと言ってます。そして岩手にとって本当に重要な復興財源を流用すると言ってます。そこまでして軍事費を、こんにちは、ありがとうございます、軍事費を出しておきながら、ありがとうございます、子育て支援や暮らし守るためには使わない、全くおかしなやり方じゃありませんか。農業担当は大金持ち、大企業、富裕層にしっかりと当たり前の税金をかければ十分な財源は生まれます。このことを訴えて、先ほどお話しした学費であれば、だいたい毎年2兆円くらいの財源が必要ですが、それを具体的な財源と同時に提案もしています。それ皆さん、現実の政治に責任を持って訴えることができると、それが農協賛同だと言えるのではないでしょうか。原発の再稼働や延命問題も許すことはできません。あの原発事故で多くの皆さんが、原発事故というのは、ひとたび起きればずっと長い間、そしてずっと広い範囲で痛みが広がるんだ、影響が残るんだということを学んだんじゃないでしょうか。だからあの時の国会で、原発は40年で、最低でも40年で止める、いろんな審査を合格して伸ばすとしても、そう決めたんです。私はそれでも長いと思いましたが、今回はあの事故から12年経って、12年の間国が新しい基準を作るために止まっていたので、その分は大きく伸びということになりました。下手すれば70年も80年も古い原発を動かすことができるんです。世界のどこを見てもそんなところは一つもありません。しかも皆さん、あの12年前の原発事故を受けて脱原発にする、そう決めたドイツが本当に最後の原発を止めて文字通りの脱原発になりました。
他の国でできることがどうして日本を大変落とした日本でできないのか。できないはずはないのです。脱原発の声を上げていこうじゃありませんか。エネルギーが足りないのであれば、本当に地域でたくさん今起こっていますが、身近な住民の皆さんに喜んでもらえる自然の再生エネルギーを思い切って増やしていく、その道を何としても一緒に頑張ろうではありませんか。よろしくお願いいたします。最後になりますが、今度の国会はこれまで以上に人権、このことがテーマとなった国会でありました。入管法の改悪となっておりました。本当に多くの皆さんが今回を本当に抗議をして声を上げました。2年前、スリランカ人女性のウィシュマさんという方が名古屋の入管で人間として扱ってもらえない、医療に結びつけてもらえない、そういう中で命を落として、遺族の方たちが声を上げて国会で野党が力を合わせてきたんです。毎日毎日国会の前で集会をやったり、質問があった日は有楽町にみんなで出かけて演説をする、こんなとてつもない取り組みが広がりました。 3回の申請をしたら本国に返すという改約なんです。これって国際条約では禁止をされています。返せば命が狙われる、危ない、そういう状態の国に返してはならないという国際条約がありながら、日本はそれを難民なんていないんだと言ってることは嘘っぽちなんだなと言って平気で返そうとしている。世界でも本当に恥ずかしい国なんだ。このことが浮き彫りになりました。そして LGBTQ の話が反対を押し切って与党に維新と国民民主党が協力する形で通りました。盛岡でもレインボーパレードが取り組まれています。生まれ持った性と自分の気持ちが違う、一人一人にいろんな個性がある、そのことを認め合おうというのが LGBT の考え方でした。2年前、どのも含めてみんなで一致した案があるんです。それが選挙で廃案になっちゃって、もう一度出てきた時には違うものになっていました。驚く議論でした。男性の体をしているのに女性のふりをして、女性が心が女性だからといって女子トイレに入るとか女湯に入るとか、あるいは陸上競技で女性の選手になって一人だけ勝つとか、これはアメリカのレアケースです。こういう話ばっかりばっかりして、まるで悪者扱いの議論が与党から繰り返し行われました。当事者の皆さんがどんな思いで人生を送ってきたのか、告白すること自体がどれほど勇気のいることか、告白をすればそのことによって差別をされ、あるいはデートをされたり、いろんな被害を受けてきたことを当事者が訴えている、その目の前で与党の皆さんはそういう議論をしていたのです。数の力でどうされてしまった、本当に恥ずかしい国だと思いました。だけどもその中で野党が、残念ながらの時は立憲の選挙殺到と、あと共通の国民の方たちなどが協力をしてくれましたけれども、そうしたみんなで声を上げて最後の最後まで国会の粘り強く弁解をし、多くの皆さんが声を上げてくれた、これまでにない方たちが声を上げた、それは国会の新しい力だなと思いました。それは国会に
なぜなら岸田総理は結局解散することだってできなかったんです。数の力で押し切ろうとすれば結局国民との間で何で起こすんだっていうことを岸田総理自身が気づいたのではないでしょうか。私たちは今がチャンスだと思います。いろんな人たちの声を本当に束ねていって政治を変える力にしていきたいと思います。一人一人が大切にされるそういう社会を作るためにどうか皆さん日本共産党を選んでください。そして大きく下ろしてください。このことを重ねて申し上げまして私衆議院議員高橋ちづ子の訴えを下ろさせていただきます。ありがとうございました。